おいくつになられたんだけど38ですね。38です。もう本当にやばい。もうじゃあ青木さんって4歳42ですよ。今年にですよね。いや、あ違うか、来年早生まれ。本来で同級生は43になってるってことですか。同級生のほとんどは3になってます。ただこれさ、これ本当さあれなんだけど、学業も卒業してもうだいぶ経ってるのにさ、うんうん、結局何年のとか ね学年みたいな、あれその早生まれの悩みってあるんでしょうね、きっと。悩みってわけじゃないんだけども、なんかこう説明するのが難しくて、はいはいはい、そう本当なら何歳なの、いや本当はこの何歳なでももうなる年で言うようになりましたね、最近は。まだなってなくても、はいはい、もう今年で38になりますって、だいぶ今年の早いうちから言って。それ何月ぐらいから。もう普通に今年の頭から言っちゃう、言ってますね。今年の1月に例えばじゃあ関西で何歳に、今年も38になりますねって。11月でしょ、はい、だって37なって2ヶ月ぐらいしか経ってないでしょ。多分割と早めに言っとくっていうのがありますね。だから本当の38は2ヶ月ぐらいしかないです。もう来月になったら39って言いますよ。かわいそう、本当の37はかわいそう。そうですね。最後36歳でしたからね。本当に36歳ですから、35かもしれない。5かもしれないです。いやそれがちゃんと言うでしょ。そういう意味ではもう必死だった、この2年間よく やったなと思って。牧場って何もないから絶対失敗すると思う、うん、僕の考え方だ。僕だったら絶対しないことない。楽しんで遊びます。いやでもこんなに本当にそのなんて普通っていうのは変ですけど、もうくたくたにもう疲れたよ、もう眠いよ、もうあんまり人に会いたくないよとか思っちゃう人間からしたら、いろんな期待とかその、うん、をむしろこうプラスのエンジンにこうね、持っていくっていう。新人類というかね、そういう人がいるっていうことに、うん、びっくりしましたね。ああそうなんだ。お父さんとの会話も、はいはい、会社の話、経営の話されてましたけど、お父さんが、はい、例えばカンちゃん、はい、お父さんがミュージシャン、はい、もしくは音楽関係だったとしたら、はい、同じ道を選んでる可能性ありますか。やってないんじゃないですかね。よくも悪くも、うん、まあ絶対意識してしまうよね、はい、うん、親父とは違う仕事を選ぶぞってなるのか、うん、知らず知らずそのエッセンスをこう受けてて、うん、でも仕事の話できるのはいいですよね、うん、いいことですよね、共通の会話が生まれて、うん、でファンの方もすごくいて、うん、なんかその憧れるっていうのも分かるし、うんうん、ファンの方に聞いてみたいですね。どう見て、いつも見てるさやこさんとこのセブンルールのさやこさんはどう違うか、うん、それとそれが一致してるのか。ママ行きます。7つでは入りきらなかったさやこ、もう7つのルール。彼女を支える息子と経営者の父の存在、絶対僕に相談するな。さやこのセブンルール。